Kami akan diperkenalkan kepada tetamu kehormat. Senarai. そうですね、いやもうスプリント1本でうちのチームは、はい、考えてますけど、もう今日はもう最後決死の覚悟でいきますんで、はい、いや早かったですねチャンスは多いと思ってたんですけど、ここまでがちょっと苦労続きで、なかなかうまくいかないもんで、もう一勝って思ってたんですけど、もう最終日まで来ちゃったんで、もう今日にかけるしかないんで、なんとか今日で、まあ、今日誕生日なんで、なんとかいい結果を残したいなと思って昨日はレースきつかったんで、まあ運も必要ですね、勝つには。ゴールします。危ないんで。今日はスプリントです。間違いなく。もちろん最後の10キロとかすごい大事だし、前にいなきゃいけないんだけど、じゃあ前にいればいいかっていうとそうでもなくて、結構みんな最後だからって言って力出し切ってくるんで、なんかこうごちゃごちゃするんですよ毎年。それは結構危なくて、だから残り。ね、500m までにいかに集団を伸ばすことができるかっていうのも一つ大事な仕事にもなってくるし、なんかねちょっと考えます、その辺は。Jadi apa saja brass band itu kalau nak main dekat tepi boleh main, tolong main sampai lebam. All together. Officiere. Woo!
Salutate. I don't know where. 残り 3km 手前でパンクして。もうね。もう本当足ね。もうかなりもう今日はここで今回の一番の見せ場だと思ってね。気合い入れてたらパンクしちゃって。いやーなんかもう悔しいですよ。でもね2位じゃないですか。何なんだろうな。そうですね、まだチームも若いんで僕以外はね、はい、なんでまだこれから可能性もいっぱいあるんで、まあ、本当自分もこのから長いシーズン、はい、どんどんとね、アピールしていきたいと思います、はい、まあ、なんとか走れる体にはなったんで、はい、頑張ります、はい、ありがとうございます、まあ、6勝できたかなっていうところで、まあ、5勝っていうことで、はい、まあ、でも本当今日勝ててよかったです。絶対に勝ちに来るって周りも認めていて、自分たちも勝ちに行くっていう姿勢を見せて勝てたっていうことはすごく評価のできることだし、価値のあることだと思います、はい、短かったですね。僕はもうちょっと長くてもいいかなと思うけど、うん、春先だから練習があったらもうちょっと長くても20日間ぐらいあってもいいから、これで明日休みで、明後日から始まってくれるといいなと思って。まあでも明後日からタイで合宿が始まるんで、まあ、シーズンに向けて、はい、いいスタートが切れたと思います。スプリントも熾烈だったし、山岳もやっぱり速い人ばっかりだったんで、やっぱり今回はちょっと下地違うなっていうのがあるんで、またちょっとね、また来年も出れるようだったら、もうちょっと仕上げをもうちょっと早い段階でできればいいかなと思います、ね、はい、やっぱりオリンピックっていうのはやっぱ 会社というかチームのやっぱり大きな目標なんで、やっぱりそこは外せないと思ってるんで、やっぱりこの UCI レースをしっかり戦っていけば、おのずとついてくるものだと思うんで、まず、この UCI レースを大事に戦って、また来年のオリンピックの成功に絡めるように頑張ります、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。中3日間ぐらいが本当に辛くて、そこからだんだんみんなが疲れてきて、チームメイトもそこまで元気がなくなってきてからはあるけど、仕事は増えましたけど、みんなが動けない分動かなきゃいけなかったんで、まあ、ただそこまでプレッシャーもなく仕事がすることができたので、そういう意味ではものすごい楽しく走れたんですけど、まあ、トータルで考えるとすげえ疲れました楽しいっすよね、ランカルイは。僕好きっすね、マレーシアは。タイとかもそうですけど、前も言いましたけど、やっぱみんな明るく接してくれるんで、応援に しに来てるくれる人がなんか嬉しいですよね。誰でも誰だか分かんないのに握手してきたりとか子供とかも寄ってきてくれるし、マレーシア個人的には好きですね。アジアの中で本当一番好きって言ってもおかしくないな。